その次にですね「あの人はワンマンだ」とかいう表現をよく使いますけれどもあれワンマンっていうふうに英語でそのまま使った時にそういう意味になるんだろうかどうかというお話をします。で今日の「聖書の学び」は第一ペテロの2章の24節を取り上げてそこの英語を学びまた その応用文を、その。成句に合わせた。応用文を作っていきたいと思います。で発音の練習としてはですね。long legs。long legs ね、長い足と。long legs。自分。だか、他の人の足。っていう。ちょっと発音を間違えるとですね、意味が全然違っちゃう。例をいくつか挙げたいと思います。最後。 のこぼれ話は今日は謎の謎を謎みたいなあのトンチみたいなお話をさせていただきます。英語でも日本語でも、えー、疑問質問するときにですね肯定の質問と 否定形の質問両方あるわけですねで肯定形の質問としては例えば Are you hungry? あなたはお腹が空いていますかとか Do you know me? あなたは私を知っていますかとかそういうのはですね肯定形の質問ですねこういう質問に対しては日本語と英語とでは答え方が同じなんですねけれども否定形の質問の 場合がちょっと困ることがあるんですね例えば Aren't you hungry? あなたはお腹が空いていないんですかっていう質問ですねあるいは Don't you know me? あなたは私を知らないんですかという否定形の質問ですねこういう否定形の質問の場合は日本語と英語の答え方が違うんですね でちょっといくつかの例を見ていきたいと思うんですけども私はアメリカの大学院卒業した後にですねアメリカの企業に勤めて3年ほど勤めていたわけですけども貿易部に配属されまして海外からいろんなお客さんが来るとそれ私がその人たちのお世話をするのが私の責任だったんですけども日本から訪問客が来るとですね 私は、えー、その上司と訪問客の間の通訳の立場で会議にまあ参加したわけです。である時ですね大切な日本からの顧客が来ましていろんな内容を詳しくお話ししてその社長がですねその訪問客に次のように言いました。You have any question? 何か質問は 「ありませんか?」っって言たんんですすねあありりまませかかじゃなくて「ありませんか?」そうしたらその日本人はですね「イエス!」と言ってですねその後黙ってんですねでその社長は「イエス!」って言ったから質問が来るものと思って待ってたんですけども何にも言わないんですどうなっちゃったんだっていう感じでしたね Yes、と答えた後ですね、何にも質問をしなかったその日本人はですね社長の英語の質問「Don't you have any question? any have 何か質問はありませんか?」という質問そういう質問に対してですね日本語的に発想して「イエス」と答えちゃったんですね。で日本語の場合はですね「何々でありませんか?」っていう否定形な質問を受けた時ですね その否定形そのものが。そうであれば。はいって言うんですね。質問がありませんか。ありませんっていうことが事実であれば。はいって日本語で答えますね。ですから彼は。英語で。イエスと答えたんです。けれども。それ。ありませんかって言って。質問がある場合は。その否定形の。 疑問文通りじゃないので「いいえ」って日本語で答えますね。ですからあの日本語式に発想して答えてしまったんですね。けれども英語ではですね質問の仕方が否定,的である否定文であろうが肯定であろうがその質問の仕方は関係ないんですね。 そこで使われている動詞がそうであれば「Yes」なんですね。でそれが「そうでなければ、no」なんですね。でさっき言った「Don't you have any question」何か質問がありませんかありませんって否定形を使っていますけれども「Have question」んか質問を持っているということが事実であれば「Yes」なんですね。 で質問の仕方がどうあれ質,質問することがないというものであれば、no、になるんですねですから「Don't you have any question」って英語で言われて質質問問ががあれればば Yes、no、ななけにるんですでこれって日本語の答え方に慣れちゃってるとですね 意外と間違っちゃうんですね反対に答えてしまうでとんでもないことになることも危険性も、まあ、あるわけですですから私たちは <laughs> 気をつけなければなりませんね。で他の例で例えば「you hungry? あなたはお腹が空いていませんか?」って英語で聞かれたらお腹が空いてる場合は英語では「 Yes ですね、お腹が空いてませんか?」って言われても「はい空いてます」っていう日本語にそのまま訳しちゃうとですね「はい空いてます」「Yes I'm hungry」と答えますねで。もしもお腹が空いていなければ「aren't you hungry?」と聞かれても「No」「No I'm not hungry」私はお腹が空いてませんと No になります。で <laughs> こういううい例はもたくさんありますね。一個一個上げていくときりがないほどですね。では今の説明を「Did you understand what I said?」と言ったらどう,どう答えますって質問したら皆様はどう答えますもしも私が言ったことがわからなかったならば。 英語では、no、ですねでもし私の言った言葉の意味が分かったんであれば「Yes」質問の仕方が否定的であろうと英語では動詞に集中してそれを否定するか肯定するかの答え方になりますね。そしたらですね次は、えー、ワンマンマの お話をしたいいと思います誰々はワンマンですと私のお父さんはワンマンですという場合もありますねあるいはうちの会社の社長はワンマンです。でワンマンって言った時に皆様は何を思うかっていうと自分の思い通りに事を運ぶ人っていうまあに 解釈すすると思いますねワンマンワンンマの人はあんまり人から好かれないタイプが多いと思いますけども英語でワンマンですねワンマンっていったらどういう意味なんでしょうかね。で日本語ではワンマンは自分の思う通りにことを運ぶ人となってますけども英語では ちょっと違いますね英語で One man って言ったら一人の人ですね One person と同じですね One teacherOne boyOne student というの同じ感覚で一人の何々と一人の人なんですね。ですからこの One man だけでは自分の思う通りにことを運ぶ人っていう意味がないんですね。だから 私の父はワンマンですって「マイファーザーイズワンメン」って言ったらですねちょっと英語として意味が通じないんですね私の父親は一人の人ですと当たり前のことですね人間ですからねこれ犬だったら困っちゃいますよねですから「マイファーザ s イズワンメン」は英語としては意味の通じない英語になっちゃいますねで英語では「ワン」とかつくのはたくさん表現がありますけども 例えば One Man Show、まあ、日本語でもよく使うと思いますけどね「ワン・メン・ショー」は一人でいろいろなことを行う舞台ですね他の人と一緒にやる舞台ではなくて一人これはワン・メン・ショーやはり「一人の」って意味ですね。で「ワン・メン・カンパニー」っていったら一人の人が運営している会社ワンマンな人が運営している会社じゃないですね。 一人の人が運営している会社で One Man Bus と言ったら運転手しかいないバス車掌さんが乗っていないバスは One Man Bus ですね。One Man Bus の別の言い方としては Bus with no conductor. で、no、ですねですねから ワンメンの意味は英語ででは文字通り一人の人のすねじゃあ日本でいうワンマンは英語でなんて言うんでしょうかね。自分の思う通りにことを運ぶというワンマンこれは一人の人っていう表現は使わないでオートクラティックオートクラティックって言いますね。これが日本でいうワンマンって言うんです。で ワンに関してですねもう一つ日本で独特のまあ表現があるんですけども「ワンクッション」ってありますね。ワンンクッショを置く Put one cushion って、ね、英語で言ったらどういう意味か。クッションが、まあ、ここにもいくつかの周りにクッションがあるんですけどね。クッションを一つ置くっていう意味ですね。座布団みたいなやつですね。クッションを 置くで日本で言うクッションを置くっていうのと意味が違うんですね文字通りに衝撃を抑えるものをそこに置くという意味なんですねで、これも日本独特の言い方ですワンクッションを置くという場合ですねで英語で one, I put one cushion とか言うとですね日本で言う意味と全く違っちゃうんですねで、 日本でいうワンクッションを置くというような言い方をしたい場合はですね「I put a buffer between 何とか何とか」この衝撃を和らげる材料ですね「バッファー」というのはを置くという表現になりますね。ですからワンクッションもワンマンも英語でに響くけれどもあれ英語の単語そのものなんですけども 日本で使っているような意味合いで使うと、英語では、通じませんという話です。えー、今日、学んでみたい聖句は、第一ペテロの、二章の、二十四節です。He Himself bore our sins in His body on the tree, so that we might die to, his, to sins and live for righteousness. というところですね。日本語では、 彼は私たちが罪に死に義に生きるために十字架にかかって私たちの罪をご自分の身に負われたと、まあ、これはまあ有名な箇所だと思いますけれどもこの聖句から英の意味はですねキリストの十字架での処刑は我々にも 死に対して死ぬすなわち許しが持たされまた「義生」「義に生きる」ですねが持たされるという意味でこの聖句が使われています。ではこの聖句をですねどうしたらこういう聖句になるかと英語の構造的なお話を説明していきたいと思います。

こういうい意外と長い文章をすらすらともし言えたら素晴らしいですね。で多くの場合ですねもう長ったらしいから自分は言えないやこんな英語は無理だと諦めてしまう場合が多いんですけども諦める必要がないのでちょっと私に付き合ってください、えー。この聖句には2つの英文がその背景にありますね。一つは We might die might to sins and live for righteousness. 私たちは罪に死に義に生きることでしょうという文章です、ね。でもう一つは、He Himself bore our sins in His body on the tree。彼ご自身が、uh, for that reason、その理由によって、えー、その理由によって、 木の上十字架の上で彼の肉体を持って私たちの罪を担ってくださったという英語の文章 <laughs> この2つの文章が背景にありましてその2つの文章が合体してですねこのまあ聖句になっているわけですではどのようにしてこの2つの文章が合体されているかという説明をしたいと思います。 まず We might die to sins and live for righteousness. 私たちは罪に死に義に生きることでしょうという文章もともとありますけれどもそこにですね「そう that」という言葉をつけますとこれ全体が福祉になっちゃうんですね。私たたちが罪に死に義にに死義生きるために いうね、福祉でどういう時に「福祉で」でどういう時に「名詞」かっていうその区別の方法ですね非常に簡単ですね。一つはその後に動詞をくっつけてしっくりした意味になる場合は「福祉」ですね。私たたたちが罪に死ににに義生きるためにそううししましたとか言う 動詞をつけると、そしっくりきますでしょう。だ動詞をその後につけたときに。しっくりいく表現は。副詞なんですね。そう長くても。短くても副詞。で、名詞の場合はですね。どうやってわかるかって言いますと。手に大葉をつけるんですね。手に大葉をつけたときにおかしくない表現は。名詞なんです。例えば。私たちって言ったらですね。 「私たちが」とか「私たちは」とか「私たちの」って言ったらしくいきますでしょですから「私たち」っていうのはもう名詞なんですね。けども「私たちが罪に死に義に生きるためは」「ためにが」とかですね「私たちが罪に死に義に生きるためにの」なんて言ったらですねあの意味がおかしくなっちゃいますね。ですからそれは名詞じゃないんですね。 動詞が来たらしくくるからかここれはとということになりますちょっと復習的なことですけどもですから「so that we might die to sins and live for righteousness」は「福祉」の表現です。で「福祉」は他の文章の「福祉」と入れ替えることができます。でここの背景にあった He himself bore our sins in his body on the tree For that reason その理由のゆえにというのは副詞的表現ですねその理由で死にましたとかその理由で買いましたとかその理由でやめましたとかって帽子をつけるとしっくりきますから For that reason は副詞なんですそうしますとその副詞とさっき副詞化した表現を 入れ替えることができますね。So that we might die to sins and live for righteousness という福祉課を For that reason と入れ替えますと He Himself bore our sins in His body on the tree so that we might die to sins and live for righteousness という英語の文章ができますね。それをさっきの文章と比較しますと非常にわかりやすいですね。さっきの文章は He himself bore our sins in his body on the tree for that reason でしたね。そ o、so、for that reason とか入れ替わりますと、He himself bore our sins in his body on the tree so that we might die to sins and live for righteousness という英語の文章になりますね。これでこの第一ペテルの2章の24節のこの聖句ですね、文章が。 英語で言えるようになるというお話になります、えー、それではあの第1ペトロ2章24節のセイクをです、ねえー、応用して他の英文を作る練習をしてみたいと思いますね。で例えばこういう文章をどうして作るかということですけども He himself bore our sins in his body on the tree 私たちが神の子と呼ばれるために彼は十字架にかかって私たちの罪をご自身の身に負われたとそういうちょっとこれもちょっと長いんですけどもそういう文章を作る場合はどうするかという説明をしたいと思います。もう一度言いますすとですね He himself bore our sins in his body on the tree so that we might be called sons of God. ですね。私たちが神のことを呼ばれるために彼は十字架にかかって私たちの罪をご自分の身に負われた。もうちょっと長たらしいのですからこの背景にあるもうちょっと短い文章を2つ紹介したいと思いますね。1つは We might be c a l l e d sons of god 私たちは神の子と呼ばれるでしょう we might be called sons of god ですねもう一つの背景の文章は he himself bore our sins in his body on the tree on that day その日に彼は十字架にかかって私たちの罪をご自分の身に追われたという文章 この二つの文章がまず背景にありますでこれをどうつなぎ合わせたら聖句とあの応用文になるかというお話を今からしますね非常に単純ですね So that という表現をさっきの文章の前につけるだけですね So that we might be called sons of God 意味は私たちが神のこと呼ばれるためにですね これも文章が福祉になっちゃったという話ですね。文章を福祉化したということですね。福祉化すると他の文章の福祉と入れ替えることができますね。で、他の背景の文章としては He himself bore our sins in his body on the tree on that day その日にてですね。On that day も福祉ですから ここにさっき福祉化した表現を入れてみましょうかこれ今福祉化の4っていうやつですけどもそうしますと「He Himself bore our sins in his body on the tree so that we might be called sons of God」という英語になりますね。これが応用文その1の英文です。分かりましたでしょうか

第一ペテロ2章24節の聖句の応用として作ることができますね。Tell them, tell them the truth of God, so that they might hunger and thirst for righteousness。この応用文にはやはり2つの背景となる文章があります。一つは、They might hunger and thirst for righteousness。彼らは、 義に上,上渇くことでしょう They might and for ですねもう一つの背景にある文章は Tell them the truth of God, この「boldly というのは「大胆に」という意味ですね。神の真実を大胆に語りなさい。彼らに語りなさい。この boldly も 副詞なんですね動詞を説明する言葉は副詞、まあ、ですからそうしますとちょっとそのプロセスを学んでいただいてます最初の背景にあった They might hunger and thirst for righteousness ですねこれをに so that という表現を加えただけで副詞になっちゃいますね so that they might hunger and thirst for righteousness 意味は彼らが義に乾く,くためにこれは副詞なんですね文章というもんも副詞になっちゃった表現ですでさっきの「tell them the truth of God boldly」大胆にというのも副詞ですねですからこの「boldly」の代わりに「so that they might hunger and thirst for righteousness」を入れるとこういう文章になります、ね「tell them the truth of God So that they might hunger and thirst for righteousness これは、えー、難しいですか優しいですか最初まあ慣れないとしても慣れてくるとですね英語の文章を簡単に作ることができます私は、えー、毎年日本の学生さんたちをですね アメリカに夏に1ヶ月ぐらい連れて行ったんですけどもホームステイとごはん犬ですね毎年連れて行くといろんな面白いことが起こりますね。である時にホストファミリーのお父さんがですね私に笑いながら言ったことがあるんですね。で何を言ったかと申しますと。 そこのホストファミリーのお父さんは非常に背が高くて足が長くてかっこいいお父さんだったんですね。でそこに滞在した学生がですね日本でそういう、うん、スタイルの良い男性はあんまり見たことないので感動してですねつい言葉に表現したんですね。で何て言ったか。彼女は あなたは本当に足が長いですねって言いたかったんですねで、そう言ったつもりなんですけども彼女が実際に言った英語はですね You have wrong legs You have wrong legs 長い足ですねって言ったつもりなんですけども発音がちょっと違ったんですね wrong っていうのはですね長いんじゃないんですね長いは long エ L ナさん long で、wrong は are な発音になっちゃったんですで、wrong という are な発音になるとあなたの足は自分の足ではないですねって他の人の足ですねって意味になっちゃうんですね自分の足はどこ行っちゃったんだかって下手な話になっちゃうんですで、もちろん他の人の足が自分にくっついてるはずがありませんのでそれ発音の間違いだということはホストファーダーもです,、ね、すぐ分かったんですけども 非常におかししがっていましたね「私の足これ自分のものじゃないんだって」って言われそうに言われちゃったとか言ってですね面白がってたんですねマ、まあ、フストファイアのお父さんはですね「You have wrong legs」なんて言われてですね「あなたの足は自分の足じゃないですよね」なんて言われちゃって、まあ、びっくりしちゃいましたねで「You have long legs」と言うべきだったんですけどもこの L と R の発音の仕方 ここれ間違えるるとと非常に困ることが多いです、ね、何で困るかまず英語の単語の中にですね「L」と「R」の発音が出てくる確率どのくらいあるかと申しますともし100の単語ランダムに100の単語を集めたとしますね100の単語に「L」あるいは「R」がどれだけ含まれているかといいますと82回以上出てくるんですよ。 100の単語にだ L と R が使われない単語もあるわけですけども182もですね L と R の発音が出てくる、まあ、それで L と R の発音がどれだけ英語にとっては重要な発音かっていうのが分かりますけどもでもっと困るのはですね L と R をのだけが違うあとは全く同じ発音のセットですねが、まあ、500セットぐらいあるんですよね。 とということは発音間違えるとと全然違うう意味になっちゃうってことです、ね、で、それでいろんな誤解がまあ生じてくるわけですけどもその使用頻度が高くて発音間違えると別の意味になっちゃってでしかも日本人が意外と苦手としているっていうのが L とルのソンで私はその発音を強制していただくためにですねこんなものを発明したんですね。 まあ、リアルスティックって言うんですけどねこれ棒なんですけどもこの棒を口の中に入れてですね簡単に L と R, ンの R の発音を直すというそういうものなんですがテレビの画面では分かりにくいかもしれませんけどもちょっとだけで説明しますねここのところに点字が打ってあるのでザラザラした感じがします。でここののの谷間のところに上の 前歯をですね固定させてま口の中に入れるんですね。そして R の発音をするときはですね舌を奥に丸めてパッと戻すんですけどもその時にですねこの舌がこの天井に触れちゃいけないんですね。ラララ。ララ日本語のラリルレルを発音しますとこの点字のザラザラしたところを感じちゃうんですね。少し 口の天井の部分を触るんです。日本語のラリュレロ。で、英語の R はそう触らないんですね。ですからわざとギザギザに天井にしてあるんです。その触るか触らないかの感覚をつかむために。で、しっかりと下を丸めて上にくっつけないように発音すると綺麗な R の圧音になります。ラレロですね。でもう一つはですね、同じ道具を使って L の圧音もこれできるんですね。 さっっき言ったようにこの谷間の特に上の歯をうまい歯をくっつけてこの中に入れるんですけども「L」のソンはここの部分ですねここの部分を下の先で思い切って触ってですね声を出すんですねで触っている感触も分かりますからそれで声を出して瞬間的にパッて話した時が「エ L」のソンですね「ラララア l 丸めてこれに触れないように戻す。 ララララでこれの,あの道具を発明したのはですね下の感触でその下の動きを見ることあの理解することができる判断できるってことですね。でこれでやりますと意外とですね早く発音がなるんですけどもでさっき「ロング・レッグ」ですね間違った足他人の足ですねと「ロング・レッグ」。 長い足発音しまし間違ってですね冗談みたいな話になっちゃったわけですけどもまあ似たような例としてですね A LED COVER LED は鉛って意味ですね鉛の蓋 A LED COVER ですねでこの R の発音しまして A RED COVER と言いますと赤い蓋ですね 赤い蓋と鉛の蓋とでは、まあ、意味が違いますねで。両方あった場合ですね鉛の蓋もあって赤い蓋もあってですね例えば「Go and get the red cover」って言ったらです、ね、赤い蓋持ってこいとか言われた時ですね聞き間違えると鉛の蓋持ってきたりしますよね。ですからこれも L と R をよく発音を注意して言うと誤解もなくですね 正しく意味を伝えることができますもう一つの例を挙げますと、まあ、箱箱の中には空っぽだとまあ軽いですよね軽い場合は the light box ですね light エラソン light だと軽いですねまあ光も light と言いますけれどもねあの軽いって意味がありますね What is that light box? あの軽い箱は何なんですかっていうね Light box それを今度 R に変えますね Right box そうすると右側ですね右側の箱 What is that right box? その右側にある箱は何なんだという英語になりますねで、これ Light box と Right box は全然意味が間違っちゃうわけですまあそういうことでですね L と R の発音をあの何,度か何度となくですね練習していただきますときれいな英語の発音になると思いますでちょっとですね面白いことをしたいんですけどもちょっと謎を謎を出したいと思います謎を謎を次の質問が分かりますかですね Which eats more grass, black sheep? or white sheep 黒い羊と白い羊ではどちらがより多くの草を食べますかわかりますか Which is more grass, black sheep or white sheep. 英語自体はそんんなに難しくありませんね Which is more grass. でところですね答え言う前にですね という単語は複数形でも、S、つけないんですもう一つ複数形でも S つけない単語に「dear」っていう言葉がありますけれどもえですからこれは単数形でも取れますし複数形でも理解できるという文章であの単語なんですけれども答え想像できました答えは その前にですねシープは複数形でもエスをつけないディアーも複数形でもエスをつけないって今言いましたけども答え White sheep 白い羊白い羊の方が多くの草を食べるっていうのが答えなんですねその理由があるんですね理由は何だと思いますしっかりした理由があるんですね私 見てたわけじゃないんですね。白い羊と黒い羊が食べる競争しているの。を見てたわけじゃないんですけれども。統計的に。わかるんです。統計的に何がわかるか。there are more white sheep。白い羊の数の方が多いんです。黒い羊は数が少ない。白い羊が数が多いので。 数が多い方が食べる草の量も多いということですねでは今日の聖句をもう一度ですね発音練習したいと思いますね私の後について言ってみてください He Himself bore our sins in his body on the tree so that we might die to sins and live on the tree For righteousness. He himself bore our sins in his body on the tree so that we might die to sins and live for righteousness. Well, then, please come and join us again next time, okay?